祈りのです。さっき、福袋買いましたって動画を上げたと思うんですけど、実はもう一個好きなブランドがあって、そこのブランドで初売りを買ったんで、どうせだったらそれも紹介したいなと思って動画回してます。はい。もう一個のブランドは、結構ギャル服が多い、ジェイダってブランドなんですけど、ジェイダっていうブランドやつを買いまして、でそこなぜ、新春って1月1日2日ぐらいからだいたいセール始まるんですけど、なんか私ハガキをいただきまして、ジェイダさんからこの8000円以上買うとこの3つをこの値段で買えるよっていうのをもらったんですよ。なるほど。これはちょっとずるくない？ずるいんだ。うん。だってこれがね、本当の値段が8,990円。うん。が1,000円。うん。7,990円が1,000円。うん。9,990円が2,000円ってなったらめっちゃお買い得じゃん。確かに。と思ってちょっと見に行ったんですよ。ほう。でまんまと買ってしまったんで、それを紹介していいですか？じゃあもうこのフライヤーに騙されたんですか？なんか新しい形のちょっと福袋みたいな感じじゃないですか、うんうん、と思いまして、その3つは買ったんで、そうじゃないやつから紹介していきます。ああ、さらに買ったのね。そうだから8000円分お買い物したら、うん、その3点をこの金額で買っていいよ。ああ、なるほどなるほど。そっか、買わなきゃいけないんだ。8000円分は買わないといけなかったんで、いいですか。はい。まずこちら、またピンク。もういいんじゃない？ピンク。本当にピンクとウサギが好きすぎて、うん、即買いしちゃうよね。あったんですよ、ウサギが。また似たようなB って書いてあるけど、ウサギがいたんですよ。どういうこと？ B って分からん。バニー、ラビット。あ、バニーかな。後ろにも、あ、いいね。そう。バックプリント。見て、でもさ、このピンクもさ、このピンクもさ、さっきのキャンディーのピンクもさ、全部ピンクの色味が違うじゃん。確かに。でもどれも可愛いじゃん。うん。と思って買ってしまいました。こちらのスウェットになります。りのりのチャンネル。どうですか？もう似たようなピンクばっかだよって思ってると思いますけど。似合ってますよ。可愛い。このピンクの色がちょっと主張が強いところがちょっとギャルブランドっぽくない？なるほど。そう、かわいい。で次はちょっとここなんか私たまになんかセクシーなワンピースとか着てる回があると思うんですけど、それ大体ここのブランドのやつなんですよ。でそれを見つけまして今回買いました。でん、それいくらするんですか？おいくらするんですか？これね、9,990円。あ、でもこれが7,990円で、これが9,990円だったんですけど、どっちも 10% オフでした。あ、なるほど。うん、そう。まあ、これで8,000円はクリアしたんですけど、うんうん、これどこが可愛いかっていうと、でん。あ、後ろが可愛いの。そこじゃあはだけるんですね。そう。セクシー。そう。セクシーの？そう。リノリーノ。セクシーの？リノリーノ。じゃあ早速着てみてください。いいじゃないですか。どうですか？いいと思いますよ。はい、たまにはね、これね、こういうね、ピタッとしたやつを着るとね、ダイエットしなきゃなと思ってまたいいんですよ。ちょっと太った？え、なんで太った？嘘嘘。太った？わかんない。適当かよ。はいはい、こちら噂のこのハガケのやつです。1000円で買いました。いいね。可愛くない？そのなんていうの、左下のこのレースアップがね、レースアップって、そう、可愛いよね。いいね。そう、また違うピンクでしょ、うん、でもこれもやっぱさ、どちらかというとちょっとギャルっぽいピンクじゃない、うんうんうん、これギャルっぽい。そう、可愛い。それで最後が、何それ、何それ、何それ、あったかそう。ジャケット、むちゃくちゃあったかそう。これ14,990円だし、他2,000円。
え？やばくない？リバーシブルもいっぱい、リバーシブルもいっぱい。これ良かったんだよね。ほうほう。あったかいし、可愛くない？あ、いいかも。白持ってなかったんで、今まで。似合ってますよ。どうですか、キャンディーストリッパーとちょっと対局で。結局なんだっけ、ジーコでしたっけ。ジェイダ、ジェイダね。ジーコって何、サッカー選手。結局あのピンクとかウサギばっかりになっちゃったんですけど、すごくない、でもブランドでこんなに同じピンクでもこう違うの、うん、うんうん、こんな感じで新春のお買い物をしてまいりました。この動画を私は間違った、この服たちを着て春までは動画を撮ろうと思います。はい、りのりのチャンネル。そういえばさ、あの年末の東京大商店やったんすか。あ、29のやつ。そう、あれさ、時間間違っとった。出た、多いよね時間間違い。なんか香港、香港もそう、なんかあの G1 みたいなさ感じだからさ、あの多いの10レースとかにやるのかなと思ってて、多い遅いじゃないですか始まるの、うん、いつもだから7時台くらいにやるのかなと思って5時ぐらいに確認したらもう終わってた。そうなの。そうだから、かけたい馬、お馬さんとかは選んでて、しかも当た、まあまあ当たってたし、なんか2番人気、1番人気、4番人気とかだったんですよね。で、なんか、かけてないからさ。かけてないのね。そう、かけてないからさ、なんか。番組でかけるって言ってませんでした。そう、でもなんかかけたふりしてさ、動画撮るのもなんか嫌だなと思って。ごめん。ね、何帰ろうとしてるんですか。今片付けとる。何帰ろうとしてるんですか。片付け、もうだって今日。いやいやいや、あんだけさ、ここに勝手に来て帰らない人がさ、今帰ろうとしてるじゃん。だってもうまだお正月だからさ。いや、あのね。はい、ここにさっきからチラチラ映ってた、うん、これ見て、うん、何これ、全然気づかんかった。これ何これ、超大盛り。これ視聴者に嘘をついたっつうことで、ペヤングをリノリノ食べるって企画どうすか。確かに嘘をついちゃったけど、次回あたり食べんのこれ。なんかね、1917、やばくない、行ってみてよこれちゃんと。次回。あ、でもいいね、激辛ソース。うん、美味しそう。食いすぎんなよみたいなの書いてないこれ。うん、1日1食までにしてください。そう、ちょっと行ってみてくださいこれ。じゃあもう次回これ。今日まだ何も食べてないから。あ、いける、うん、やっぱいけるよね。これじゃあ今から撮ろう、ちょっとやってみよう、うん、やろう。てーんつってててててててチャンネル登録よろしくね。